ザルツブルグから塩の町ハルシュタットへ。かつては海底だったこの場所は山と湖が作る美しい景色の町だった。そして私は首都ウィーンへ向かう。And we crossed by train, Salzach first and then Salzach. And former, there was no border, it belonged to Salzburg. No, there's no way. There's no way, we will find a way. But be careful. I don't. Yeah. Are you sure? Yeah, sure. Ah! But be careful. Because I wear half pants. Ah! Otherwise, I go.すげえ河川敷に来た。Maybe not trees. Yeah, don't kill the animal. Do you enjoy? Yes, I enjoy. Oh. Oh, yeah. We can see Austria. Germany and Austria. Germany, Austria. This is the Here, Germany. And there, Austria. And Salzburg. Salzburg. Oh. 4 kilometers. Okay. こっちが、こっちが、ドイツが、ドイツが、こっちが、オーストリア側です。Thank you very much, friends. I appreciate you. ねえ、なんかこんないい河原なのに誰もいないんだよな。最高でーす。うわー。Adventures! Perfect. Thank you, Franz. Danke schön. Danke, auf Wiedersehen. Have a nice day. Have a nice day. Bye bye. Bye bye. ウィーンに到着しました。ザルツブルグからだいたい2時間半ぐらいだったかな。3時間しないうちに着きました。この私鉄のウエストバーンっていうこの電車が今ザルツブルグからウィーンの間は一番安いと思います。この電車じゃないとなんか2倍ぐらい、50ユーロぐらいかかります。結構高い。ここが、ウィーン西駅です。見てください、なんかいきなりおしゃれそうな教会でしょうか。ホステルのそばの駅に着いたらわけのわからない建物が出てきました。はい、ではウィーンの観光をしたいと思います。今日は暑いですね。もう規模がなんかすごい大きくなってきて歩くたび圧倒されます。絶賛工事中ですね。ウィーンがちょっと工事してるところが多いかも。教会がでかい。そして絶賛工事中。
ファイナルファンタジーみたい。でかいだけあってやっぱ奥行きもすごいですね。子供のコンサートかな。いやでも大人の人もいる。入場料無料って書いてある。なんだこれは、なんなんだこれは。ウィーン大学にやってきました。ちょっと入ってみます。キャンパスの中にレストランがいくつもある。うわ、大学生活もう一回過ごしたいな。こっちか。みどりさんどうでしょう。ここがみどりさんの母校ではありませんか。あ、大学のキャンパスだ。現在私ウィーン大学にやってきております。ジョセフさんの銅像がキャンパスの真ん中に立っております。何これ、日本語が書いてある。ウィーン大学原田英道さん、岸本平子さん、なんか名前間違えてた。へえ、何これ、日本庭園がある。不思議。空、夢、学、すごい、びっくりした。ウィーンの街中にはこんな感じでいろんなイベントのポスターが貼ってあります。ここが視聴者です。でこっちの逆側に、あ、ちょっと逆側に行きます。はい、すいません。でスロバキアのリュブリアナでも結構もう建物でけーとか言ってたんですけど、それをまたはるかに超えてきております。裏側にやってきました。でここをあの毎晩日没後にこうフィルムフェスティバルをやってるそうです。でちなみに今日はこのおばさんの何の話なんだろう、まあこれを2時間半ほどやるそうです。すごいな、毎日やってんです、毎日この広場で。はい、これが視聴者の裏側です。めちゃくちゃでかいスクリーンがあって、ここで映画を流して、日没後に毎日映画が上映されているようです。そしてここの場所も工事中。そして謎のもじもじくんみたいなカバーで覆われております。視聴者のそばにはなんかフードコートみたいになってますね。いろんな料理があるのかな。オーストリアンキッチン。
餃子って書いてある。あ、これは中国料理だけど寿司とかももう日本料理もお構いなしみたいな。いろんな国の料理が食べれそうですね。めっちゃ人いんじゃん。満席じゃん、満席。すげえ。どこも座れないよ。Lese eben von Verlobung mit Gräfin Marita. Denken Sie an testamentarische Bestimmung von Ihrem Herrn Großpapa. これも劇場ですね。KK ホフブルグテアター。なんかでかい劇場が3つあって、オペラ座と学友協会の劇場と、あとどこだろう、ここもそうなの、ここがそうなのかな、いや、わかんないです。ベーラベーラでしょ、ね、ベーラベーラ。非常に暑い。あれは博物館だそうです。博物館いいかな。ご覧ください、ドリンクウォーターにこれだけの人が並んでおります。はい、大きな建物の敷地内に、入ってきましたけども、これから図書館に行きます。なんでもウィーンにある図書館がすごく綺麗で大きいそうです。あの目の前に見えるところかな、あそこに潜入します。ほら、こんな感じでみんな寝そべってるよ。もうみんなゴロゴロタイム。はい、図書館ブルンクサール到着です。いや、すごそうだな。これはちらっと今見えたぞ。なんだここは。こんなとこ見たことない。みんな本見に来たよりもって感じ、よりも写真撮りに来たって感じです。さあ、不思議な建物が見えてきました。これはなんかフンデルト・バッサーさんという人が作った、設計したのかな、建物だそうです。なんかオーストリアのガウディとかこんな感じで呼ばれてるそうです。ね、ちょっと不思議な
不思議な建物が急にこの住宅街の中に出てきました。これは、黄金のアデールですね。クリムトさんの作品、映画をたまたま見まして、現在いくつかの作品がアメリカに、渡っているはずです。ピカピカですよ、ピカピカ。ゴールデンホールと言われるだけあってめちゃくちゃピカピカです。立ち見席は結構人がいます。セリナ・モーさん、聞いたことある歌ばっかですごい楽しかったです。さすが音楽の都ウィーンって感じでした。会場はちなみにこんな感じです。キルギス以来のオーケストラ、すごい楽しかったです。